本日はこれか次の動画で終わりかも。ということで、時待ち物語の5巻かな。破れたページ4、和田積島の回収ルート始まります。では、北回り航路というか、いつも通り北から時計回りに回っていきます。10箇所隠れているのを探すだけなんて、なんて楽勝なアイテムなんだ。行こう。地霊弾もここにあるんで、忘れずにメモっておくといいかもね。2枚目は、1枚目があった場所から直接行きました。神里使ったけど、一度崖登れば水面通らずに行けたかな？風を知れ。次は隠し秘境からスタートです。ここは、よく見てからやる方がいいですね。種が必要なんですが、種の効果時間的に結構ギリギリだった。ここだけ、個別に1個動画出すかも、それは最後にあの宝箱があるからですね。桜レベルがいくら必要かはわかりません。はい、豪華な宝箱ここにあるんですよね。今まで、貴重な宝箱でタイトルつけてたの直さないとって思ったけどもういいか。大雨の中を歩けば、精神が研ぎ澄まされる。しかし雨が止んだ後は、急いで服を乾かした方が良いでござるな。ここは、ナンプレギミックのあった場所ですね。ここの簡易的な攻略をコミュニティと動画訂正ありの感じに出してるのでよかったら見てくれ。取ってあるけどここにあります。なかったら近くにあります。船の近くは王道だね。洞窟はこの後行きます。
よし、出発だ。冒険、へっ。ここ取ってしまってた、どっかの木箱の上か横にあったはずです。というか、ボタン連打で取っちゃうんだよね。よし、出発だ。9番目ですが、取ってしまっていました。ただ、誰でもわかる場所にあるので、取っていない方が珍しいかも。こちらの建物の廃墟の中にあります。ということでこちらで完結です。ここが個人的には一番わかりにくかったかな。よし、出発だ。はい、ということで全て集め切りました。ここで、全体の場所を写したマップを紹介しますね。こちらの、旗印エクスクラメーションマークの印のところにページがありました。チェックください。では、最後に本を完成させて終わりましょうかね。これ、あと釣りの7枚だけなんだけど、先は長そうだよね。自分1ページも読んだことないんだけど、これって1個ごとに内容が違うの？それとも繋がってるの？完結まで集めたら読んでみようかな。集めるの大変だったし。では、今回は破れたページ4を集めるという動画でした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。8分くらいの動画頑張って作れたらもう1本出すよ。